皆さん、チョーカーなじらね、釣りなじの元気です。今日は視聴者さんと釣りマニストのあゆひこさんと一緒に、ようやくね、海で釣りできる季節になったので佐護市調査に来ました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、今日ね、主役のサラが仕事上来れないんで野郎3人なんですけど、最後まで楽しんでもらえたらと思います。じゃあ早速準備して安全に釣りしましょう。よーい止めていいよはい、じゃあね、準備できたんで早速投げていきたいと思うんですけども、久しぶりの海の釣りでルアーがこれしかないあとはね、こうもしロストとかしちゃったらあゆさんとか視聴者さんからもう借りパクするぐらいの勢いで、もう拝み倒してルアー借りて釣りしたいと思います。じゃあ早速釣り始めていきます。久々の海の釣りなんだけど、ずっとエリアトラウトで軽いタックルばっかり投げてたせいもあって、もうめちゃくちゃ腕がパンパンで、周りもね、まだまだ釣れてないです。ただ魚がね、こう跳ねたなんて言ってるから、活性はいつもよりは高いのかなって思うけど、冬の海なんでね、渋いのもあるんじゃないかな。まあ引き続きやっていきたいと思います。あれ、なんか佐護市調査のはずが、すげえロッドちっちゃいけど、これで佐護市釣ります。穴釣り一番今日でも釣果が望めそうなんだけどね。そうですね、佐護が可愛いんで、おすすめです。例の買ってた、そうですね、昨日買いました今日あれだよ、これで釣れてなかったらもうあゆさんの登場シーンここで終わりだよそうですね、普段はなんかさ、アジングとかがメインだって言ってるじゃないですか。そうですね、今年はちょっと釣りなじに正式にこうアジングとか教えてもらえたらなーなんて思って、ぜひぜひ遊びに行きますんで、あゆさんのフィールドへよろしくお願いします。ああ、もう登場シーンこれだけだいやー、マジ釣れないっすね本当に。午後から管理釣り場に行こうか迷うぐらい。行きたいなって新カメラマンも言ってくれてる。そう、釣りなじメンバー増えるんですよ、一人。とりあえずね、今はとりあえず声だけ出演、名前も決まってないです。お前募集してます。そうそれ本当に募集すんの？全然いいっすよ。そっちの方が多分いいんじゃないですか。じゃあカメラマン兼編集が一人増えるんで、ツイッター等で名前を募集します。姿も見せないけど、とりあえずこんな名前だったら嬉しいなって思ってコメント欄とかでも書いてくれると。そんなんでいい？はい、お願いします、はい。まあ、もうちょっとだけね、頑張りますわ。
マジで？あゆさん連れ立って、マジで？本当だ。見せて。やったナイスねえ、今どんな気持ち？最高です。メバル？ムラソイかな？ムラソイかな。ゆうさん釣れたじゃん。釣れました。可愛いサイズだけど。可愛いサイズです、うん、でもあれじゃないですか、ナズリロッドだから結構楽しんでたんじゃない？いやめちゃめちゃ楽しかったです。よかった、動画的にも撮れたかが。そうですね。穴釣り楽しいですよ。皆さんぜひ、今日は佐護市調査だけど釣れないこともあるんで、穴釣りロッドを持ってはいかがでしょうか。はい、じゃあ引き続き我々は正直頑張ります。頑張ります。はい、ということで釣れやめました。結果、佐護市まだいないですね。全然ベイトつけもなかった。最初のあたりも振り付けただけなのかな。勘違いあたりで恥ずかしいやつとか、サラがいないとね、手にもならず釣れないんで、移動車もないんで、でまあ今年1年ね、またこう海にお世話になるということで、最後視聴者さんが JFF